原町火力発電所は、福島県南相馬市原町区金沢座大船に、ある、東北電力の石炭火力発電所。福島県南相馬市の太平洋岸に位置する、石炭火力発電所。1997年7月に1号機が運転を、開始、2号機までが建設された。使用する燃料は、全量海外端であったが、2010年より、 木質バイオマスの混沌を始めた。従来、石炭火力は、煙突より梅ンを吹き出し公害をイメージする、ものとして描かれることが多かったが、囚人装置をはじめとする、硫黄酸化物、窒素酸化物、梅ンの防止対策、騒音、一般排水、温排水などへの対策に、最新の技術を導入して、環境負荷の低減を図っている。1号機は、 東北電力では、初となる、国内最大規模の100万キロワット機となり、主蒸気温度摂取566度、再熱蒸気温度摂取593度、主蒸気圧力24.5音波とした超、臨界圧のボイラー及び蒸気タービンを採用し、44%を超える、熱効率を達成するなど世界最高水準の、設備を導入した。さらに2号機では、 主蒸気温度、再熱蒸気温度ともに、摂氏600度まで高め、さらなる効率向上を図った。また、本発電所敷地内には、メガソーラー発電所である、原町太陽光発電所が建設され、2015年1月15日に、運転を開始した。2011年3月11日に発生した、 東北地方太平洋沖地震によって被災したため、送電を停止していたが、2013年3月29日に2号機、同年4月26日に1号機の営業運転を再開した。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震で施設が高さ18メートルの津波の直撃により、甚大な被害が発生した。避難時に、社員1人が死亡し、 油漏れによる火災が発生。溶炭機全4機が破損し、8万トン級の石炭線も沈没した。同発電所は、福島第一原子力発電所事故による緊急時避難準備区域内であり、復旧作業が進んでいなかったが2011年9月に緊急時避難準備区域が解除となりようやく、復旧作業が開始した。 当初は2013年夏頃の復旧を予定していたが、復旧作業が順調に進んだ結果、2012年11月3日に2号機で、2013年1月28日に1号機で、それぞれ試運転を再開し、同年3月29日に2号機が、同年4月26日に1号機が営業運転を再開した。 これにより、東北電力では被災したすべての火力発電所が復旧した。すべて2011年4月16日に撮影。ありがとうございます。